はい、どうもこんにちは、ラザ TV のベアンです。ゆかです。さあ、今日はですね、米子市境港市のバーガーをローカルバーガー巡っているということで、今日はよりすぐりのお店をね、ちょっとゆっくり回ってみたいなと思いますので、楽しみだな。今日はですね、鳥取島根大発さんとのコラボ企画第11弾ということで、ありがとうございます。今日はあの久しぶりのタフトをね、今日お借りして、米子境港とドライブしながら、バーガー食べ歩きたいなと思います。じゃあゆかさん、1軒目はですね、この境港にあるこれ、サニーっていうね、ちょっとこう見てください、かわいらしい、もうパッと見てアメリカンです。なんかここだけアニメみたいな世界ですね。アニメみたいな、海外に来たみたい。楽しみ。お店の中、お茶まんぼです。すごい、めっちゃおしゃれ。これアメリカンですね。アメリカンですよ、これアメリカン。オープンされたのが5月で、まだ1年経ってないですね。2022年の5月にここね、オープンしたということで、じゃあゆかさん、どれにします、うん、ゆかさん。うわー、迷いますね。うん、じゃあ僕、このハッシュブラウンバーガー期間限定、寺本さん、なんかおすすめの。おすすめは、プルドポークバーガー。プルドポークバーガー、プルドポークバーガーとハッシュブラウンバーガー、はい。パンだけでも美味しそう。うわ、美味しそう。めっちゃすごい、これほら、見てこのチーズ、チーズほら溶けてる。チーズ溶けてます。スタッフも溶けてる。よかったです。励みになるわ、励みになるわ。ゆかさん、早速食べてみるか、うん、うまそう、ね、おいしそう。僕は今日はこのキムタク餅でいきたいと思います。かっこいいですね。そうするとやっぱりあれですか、やっぱちょっとこう、うん、キムタクになるような感じする。キムタクに見えます。見えるでしょ。キムタクに見えます。食べたい。いただきます。これ見て、すごい肉厚だよ。美味しそうだよ。いや、絶対美味しいでしょ、ね。どう？ボーガー makes me happy。 ボーガー makes me happy。 なんて言った？ Delicious。 あ、そうか、うん、あ、ハンバーガーだけに。アメリカン、うん、どうですか？うまい。パリパリやんか。本当ですか、うん、肉めっちゃうまいな。お肉が美味しい。めっちゃうまい、この肉、うん、いいですね、なんかこう。ちょっと待って。恐れていた。このタフトに乗って、うん、やっぱこの海家の海沿いで食べてるからじゃない、やっぱり。それかなりポイント高いですよね。車内なんだ、それもあったのかな。なんかそうだよね、スカイヒルトップ、うん、このスカイヒルトップ、はい、天窓があって、うん、これ開けるとめちゃくちゃこう視界が開けて開放的なんですよ、うんうん、ね、でこれでさ、こうやって座席倒したりするとさ、もう、うん、もう何もう、うん、何て言うの、座高が高いっていうの、うん、着座位置が高いから、着座位置が高いから、うんうん、開けてるから、このタフトだと、うん、シートふかふかで座り心地もいいのに外にいるみたいな、最高ね、そんな感じ。かっこかわいいデザインですよね。そう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 、黒を基調としてるし、結構オフロードとかでも全然問題なく走れるんで、やっぱりアウトドア向きっすよね。あ、そっか、こう見えてアウトドアなんだ、うん、うん、うん、確かに。結構幅高いので、フレキシブルスペースも汚れ気にせずに物を詰めますもんね、うん、掃除ができるから、うん、ねえ、ちょっと寄り道しようよ。え、どこ行くの。あ、ほら見て、海綺麗だね。ねえ、もう早く帰る。車を変えてから寄り道が増えた。もう帰って映画見る時間、時間を忘れる時間が増えた。
見慣れた地元の景色がもっと好きになった。おい、なんでお前コーヒーなんか飲んでんだよ。もう帰ろうよ、もう。もう早く帰って映画見たいよ、もう。帰ろうよ、もう。余裕がないな。ま、この程度だよな。どういう意味？寄り道したくなる。もっとお出かけしたくなる。あ、そういう感じね。あ、そういうやり方ね。ダイハツ。タフト。いいよいいよいいよ、全然。あ、聞いてる聞いてる結構聞いてる。ゆみさん、続いてはですね、こちら、はい、花房精肉店に来てますけども。花房精肉店さん、お肉の花房の直営店、うんうん、そうですね、精肉店、うん、ここにめちゃうものハンバーガー、お肉屋さんのハンバーガーがあるんですか。ありますから。そうなんですか。めっちゃ美味しそうでしょ。うわ、これ楽しみ。お肉屋さんのハンバーガーっていう時点でもう、そうですね、こだわり抜いたハンバーガーなんだろうな。やばいでしょ、もう、うん、いや、ほら、見てほら、うわ、いい匂いがしますね。さーっとこう、花房の万葉牛とかね、新鮮なお肉がすごい並んでる、並んでますけども、はい、今回はちょっとスタンダーディーに、うん、ハンバーガー、ハンバーガーね、はい、ゆかさんは何がおすすめなんですか。おすすめはどうですかね。弊社オリジナルのこの万葉牛すき焼きバーガー、これ美味しそうね。見るからに美味しそうですね。万葉牛っていうのがね。じゃあ私この万葉牛すき焼きバーガーにします。バーガー、はい、これがゆかさんだっけ、うん、これ私かな。すき焼きバーガー。うわー、もうすでに卵が滴ってる。これすごい、もう卵が出てきてるの。すっごい、ほら、ね、見て、もうなんか肉の照りが全然違うもんな。なんかもうちょっと待って、キムタク持ちするね。いや、リアルにいやーって言われる。どうですか。ビッグマウンテン、本当だ、すごいな。どういうことですか。いや、ほら、一緒だよ、大仙と、うん、ハンバーガー食べる時に、うん、目がいっちゃう人いるでしょ。どんな感じですか、ひんむく人、うん、ない。鍋食べてる時にひんむいてる女の子は見たことありますけどね。みんなよ。で、わあ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 。うん。わあ。うん。どうですか。美味しすぎる、本当に。あ、これ本当美味しい。甘辛いこの醤油ベースのタレと柔らかいお肉と、ね、濃厚な卵の黄身がかかってて。ほんとすき焼きみたい。これ美味しい。うまっ。初見みたいな、一回やめてください。うまっ。沼、沼、うん、めっちゃ花房、ほんとに、うんうん、西倉市町とかほんと久しぶりに来たよね。あ、そうなんですね。来られることあります。いや、ちょっとあんまないですよ、だって、うん、懐かしいわ、本当に。お地蔵さんとかもいたりしてね。ゆみさん、ここがここ。あ、ここなんですね。うん、ちょ、落ち着いて、落ち着いて、ここ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 は、ちょっと引いて、引いて、一回、ちょっと引いて、ここ、ここ、ここ、ほら、ここなんですね。テイクセカンドっていうところで、うん、ここはね、はい、かなり背の高い、あの漫画に出てくるような食べれるとこなんで、ね、わ、それちょっと見てみたいな、ね、テレビでしか見たことがないから、ね、あ、こんにちは。こんにちは。あ、食べます。じゃあここで、ここは何がおすすめなんですか。あ、こんにちは。こんにちは。ここはよくどのバーがいじられます。やっぱり出るとかじゃなくていじられる。よくこうあれですね、チーズバーガーですね。あ、チーズバーガー、やっぱりドンとしてる感じなんですけど、やっぱチーズバーガー、チーズのとろける感じがね、うん、これね、チーズバーガーね、はい、ファースト、セカンド、サード、フォース、
フィフスとあるんですけど、これどういうことですか、このフィフスとかって。これはね、あのパテの量がね、こう変更できるっていう感じですね、うん、あ、これか、はい、だからこれだよ、あのこんな積み重なったあの 5枚のやつ、はい、あ、そうなんだ、ね、すごい、いや見てこれプルプルしてる、君が君がプルプル、君が震えてるよ、怯えてるよ、ゆかさんに、ブルブルしてますね、うん、見てください、うん、これもうテロだよ。あんまりさ、うん、ギュッてするとあれだよ、あの潰れちゃう、潰れちゃうから、うん、ね、ほら気をつけないと。この照り焼きの照り、抜けのベーヤンがやだ、いただきます。あの食レポにすごい、うん、定評のある、はい、おいしい、おいしい、たまらん山ですわ、うん、たまらん山うまいぜ、ほんにうまいわ、うまいし、ほんにうまいわ、これ方言入れてくるっていう、うん、このね、黄身が壊れてるから、うん、だんだん下にこう溶けていって、そうだ ね、うん、ね、このバンズとこうまた染み込んでって、うん、きっとまたこれ美味しいです、食べ進めるだけ美味しい。あ、もうこれバンズはカリッとして、うん、カリッとしてて、レタスもシャキッとしてて、シャキッとしててお肉はジューシーで、うんうん、卵がトロッとしてる、一人卵がトロッと、うん、おー、何それ、すごいこれはすごいですよ、これはすごいですね、メガですね、うん、まずこれ抜いて食べるものなんですか。好きなように、好きなようにだって分かんないね、うん、迷うよね、好きなように。皆さんどうやって食べてるんですか、うん、これも本当にかぶりつく人もいれば、うん、こうやって食べる人もいるんですか。すごいですね、バームクーヘンスタイルで、はい、じゃあいきますね、これほらこういう感じで、はい、ね、わー、いった、ワイルド、わ、どうですか、うわー、うわ、なんかね、あの肉のなんかホールの中にこうなんか入っていった感じ、視界いっぱいがミートなのよ、だからもうなんか肉の中に入っていくみたいな、自分が取り込まれてる。うまくできなかったんで、テイクセカンドいいですか。ああ、どうぞ。テイクセカンド。わ、はい、かんないですけど。じゃあ行きますね。はい、うん。こ。めちゃくちゃ今日バーガー食べまくりましたね。ねえ、三つ食べた。お肉600g使ってるって言ってましたね。600g でしょこれ、うん、すごいですよ、これでも食べきる人いるって言ってましたから、ね、すごいですよね、女子でも食べきる人いるって言ってましたから。これ今日はどうでした、いろんなバーガー食べてみて。今日、ね、なんか本当に見て楽しんで、うん、食べて楽しんで、うん、で今日とても外が綺麗だったじゃないですか、タフトに乗るのが楽しかった、景色も良かったし、スカイフィールトップね、うん、あれで空がバーッと見えるから、うん、開放的な、もう気持ちも開放的になりました。あ、ありがとうございます。今回はね、米子境港で3店、バーガー回ってきましたけど、ぜひ皆さんもね、お休みとかでね、まあ、お昼ご飯とかでもいいですし、そうですね、お昼ご飯とかでもいいんで、ぜひちょっとね、この山陰の、ね、ローカルバーガーね、ちょっとぜひ味わってみてはいかがでしょうか。